たか。さあ早く席に着きたまえ。では始めましょう。おはようございます。昨夜はよくお休みになられましたか。それは何よりです。時にドクター、私は今朝は食欲がない。いや、ただの気分だ。必要ない。いいから君の結論を聞かせたまえ。誰を選ぶのかね。それを聞いたら私は休ませてもらう。ドクター、無論すでに決めてきたのだろう。何？聞いたか、シルビー。はい。ドクターはどうやらメイドがお嫌いのようだ。想像以上に堅くなですね。どうしたものかね。おそらく妙な思想を吹き込まれてるせいだと。おお、それは。人間はすべて平等であるという思想です。これは愉快。なかなか巧みな洗脳教育と申せましょう。やはりボルシェビキどもは抹殺しておくべきだった。それを考えると笑えんな。お察しいたします。ドクター、いいかね。人間には身分の違いがある。これは真実だ。いいから聞きたまえ。そのように優劣の違いがあっても、もっと上の方から見れば、そう、例えば神の視点で見ればみんな平等だろう。我々がアリを見るとき、その個体の優劣など気にかけるかね。神の前では人は平等である。君の言う平等の本当の意味はこれだ。わかるかね。神という前提を外して、ただ人間が平等と考えるのは実に下劣な思想なのだ。そんな思想で作られた国がどうなったか、もはや誰もが知ってると思うが、どうだね。まあよかろう。こうなった以上、予定通り例のパーティーを行うぞ。それでいいな、シルビー。異存ありません。私は次の候補の選定にかかります。急げよ、時間がない。承知しております。もう部屋へ戻るぞ。では私も。
ございます。今日はお知らせすることがあるのですが。が行われることになって、私たちもそれに正装で出席していいとお許しが出たのです。はい、旦那様のお孫様がいらっしゃるので、それに合わせて社交パーティーをと。話では旦那様のご親戚や本社の重役の方々も大勢いらっしゃるようです。おそらくマリアお嬢様のご紹介がパーティーの趣旨になるのではないでしょうか。ではありませんよ、ドクター。ドクターもご出席の人数に入ってますから。せっかくお呼ばれしたのですよ。この機会にストレスを発散させてはいかがですか。私たちの清掃服姿を見られるなんて、もうこれしかありませんよ。ご心配なく、ちゃんとお貸しいたします。はい、実は私たちもお借りした衣装で出席するのです。ですから何も遠慮することはありませんわ。では決まりですね。後ほど衣装を何着かお届けしておきます。パーティーは夕食の時間にお庭で行われますので、着替えが済んだらお越しください。ジェーン、ディアナ、ミレイが呼ばれています。問題があるように思います。でも確かにおしゃれができるのは嬉しいですね。自分が女性であることを誇れる瞬間ですから。本当を言うと、とっても楽しみなんです。精一杯おしゃれしていきます。
おお、来たな。ささやかながら今夜無礼講だ。食事もワインもたっぷりある。ここでは普段の身分にとらわれず存分に楽しんでくれたまえ。我が孫娘マリア・パドリードに祝福を。ではまた後でな。ドクター、清掃してきたんですね。見違えました。ありがとうございます。ドクター、とてもいい夜ですね。一夜だけの狂い咲きです。どうか倒らずにめでてください。そして男は笠の場になる。それは殿方次第ですね。まだ早いからお料理でも食べてましょうね。ええ、ほらこのプディングなんかどう。すみません、甘いのはちょっと。あ、いえ、そのちょっと最近お肉がつきすぎだから。いえ、何でもありませんわ。では、ドクターもどうぞごゆっくり。ボーナセーラー、ドクター。わお、男前が上がったね。グラッツェ、どう？ドクター飲んでる？ダメだよ、飲み倒さないと。こんなのめったにないんだから。私、今日はとことん行くからね。ドクター、あの、こんばんは。
ちゃったね。あの子、照れてるだけだよ。気にしないで。それよりさ、飲もうよ。ほら、いろんなお酒がいっぱい。ねえねえ、これなんかどう？赤くて綺麗な色でしょ？ほら見て、瓶の底に虫が入ってるでしょ？この虫が赤い綺麗な色の元になってるのよね。じゃあまずはドクタから。例の株価についてだがね。はい、すべて滞り、そちらの方はお任せください。予算の配分が悩みどころだな。パロッツォ、お前の領域だ。心得ております。ところで、ご当主さんは、我が負傷の息子が待ちくたびれております。話がまとまってから早2年、そろそろ普段の花嫁を頂戴いたしたいのですが。お前の息子はフェデリコとか言ったかな。はい、さようで。そやつとて仮にもファミリーの跡取りと、たかだかシチリアの娘ごときにうろたえるなど、安心できる態度とは思えんな。しかし、もうよい、行け。はっ、色ぼけは遺伝すると言う。シニョーレ・パドリーノ。おお、アーディー教科、遠いところを恐縮ですが。こちらこそ、お招きに預かりまして恐悦至極。お見かけしたところ大変お元気そうで、誠に喜ばしい限りです。例の新事系統はその後どうですかな。はい、おかげさまで私どももようやく窮地を免れました。それもこれも全てあなた様に申し分のない仕事をしていただいたおかげ。あの資格はなかなかに優秀でしたな。テロリストをもってテロリストを制す、いやいや、なかなか思いつくことではありません。ただの巡り合わせだ。私は駒を配置したに過ぎんよ。ご謙遜を。ところで、私どもからの報酬はいかがな具合ですかな。まだ会ってないのかね。そのあたりにおるはずだが。私はあの娘に嫌われておりますから、お役に立ってることだけを伺えればそれで十分かと。あれはなかなか悪くない。重宝しておるよ。それはそれは、あの不愛想な娘を気に入っていただけるとは思いませんでした。ここに呼ばせるかな。いえ、ダイアナには会わずに帰りましょう。私はあの顔を見るたびに、
屈辱で身が引き裂かれる思いがするのです。あれを産んだあの女と同じ顔の、では私はそろそろ失礼させていただきます。シニョーレ・パドリーノにおかれましては、つつがなくご送検のほど。やつも病んでおるわ。縁も竹縄となってまいりました。これより我がコムニオン自慢の楽隊が皆様に素晴らしい音楽をお届けします。ご希望の方はどうぞパートナーとご一緒にダンスをお楽しみください。私がドクターと？私踊るのなんて初めてで。そうですか？私足とか間違えてません？私の？どうして聞きたいんですか？
あなたの恋人になって何をすればいいんですか？教えてください。みたいって思ったのは私の勘違いだったのですね。来ないで。こんばんは。いい夜ですね。パーティーはいかがでした？いえ、実は今夜もう一つのパーティーがありまして、私はそちらの方の主催なのです。そのパーティーはこれから始まります。はい、ぜひともあなたをご招待したく、このように足を運んでまいりました。人と人とが隠された真の姿を晒し出す真夜中のパーティー、どうぞ私の後をついてきてください。ご案内いたします。それではこちらへどうぞ。はい、地下深くへ参ります。会場はこの奥です。お急ぎください。恐縮ですが、これより下は階段を使います。足元にご注意ください。はい、時間が迫っています。どうかお早く。到着いたしました。ここがパーティー会場です。ご心配なく、間もなく始まりますので、そのままお待ちください。
バイヤーの皆様、大変長らくお待たせいたしました。皆様方の熱く激しく苦しいほどのパッションが先ほどより当会場を満たしております。いやが上にも盛り上がってまいりました。コムニオン恒例真夜中のパーティー、これより本日最後のイベント、メイドオークションを開始させていただきます。 It's a show time。 彼女たちのあの姿、理由を知りたくありませんか？そうお考えになることが救いなら、無理にお教えする必要もないでしょう。どうぞ、観客としてこのパーティーをお楽しみください。あなたがそれを望んだのです。あなたは彼女たちをメイドとして愛することができませんでした。そこにあるべき愛の形に気づくこともなく、恋人としての彼女を望み、それが叶わぬとなると安直に奴隷であることを望んだ。この運命の結末は、彼女に奴隷を望んだあなたへの報いです。彼女らはもともと奴隷として売買されるためにコムニオンが集めてきた存在。私の実験が失敗すれば、初めの運命に立ち返るだけのこと。庭で行われたパーティーに彼女らが清掃で参加したのはなぜだと思いますか？あのパーティーは客人たちへのプレビューを兼ねていたのです。この真夜中のパーティーで入札するための、お分かりいただけましたか？さて、そこであなたの処遇ですが、辛い現実をこれ以上ご覧になりたくなければ、私どもの方で便宜を図らせていただきます。いかがいたしましょう？承知いたしました。では我らと共に闇の共演に身を委ねましょう。どうか存分にお楽しみください。アンマープライス、アンマープライスです。商品ナンバー03はベネツィアのカロッツォ様に18万ドルで落札されました。それでは引き続き商品ナンバー04、東洋の神秘な島国からやってきた可憐な乙女、麗しの柔肌は我らジェントルマンの憧れの的。予想落札価格は20万ドルです。30万ドルが出たぞ。35、40、50万が出た。これでハンマープライスか。